おお。あれはモンスター？動物？動物だ。どうしてわかるの？図鑑で覚える。兵士の基本の一つだ。動物は食べるためまたは縄張りを守るために襲う。だがモンスターには理由がない。襲われてから分かっても遅い。あれに関して言えば危険な匂いはしない。あんたらアバランチだろ。心配するな。カームの宿屋から連絡があった。シンナが本格的にあんたらを探すらしい。ここも安全じゃないかもしれない。湿地帯の方に使われていない船着き場がある。身を隠すにはいいかもしれないぞ。餌じゃなくてあいつらの寝床なんだ。ちゃんと乾かしてないと機嫌悪くてな。オイラの頭。
さんお揃いで。あ、トラックのおじさん。あの時はお世話になりました。何、お嬢さんたちならいつでも大歓迎さ。うっと、自己紹介がまだだったな。私はグリーン。以後お召し置きを。今日はあいにく車の調子が悪くてね、乗せてやれないよ。今日は大丈夫、ありがとう。この辺りで人気のないところはないか。人気のないところ。ま、若いうちは情熱に流されるものだからな。そうだな、湿地帯にある船着き場なら誰もいないし、静かだし、バッチリだと思うぞ。神羅はいねえな。ああ、共和国時代の船着き場だ。昔は船で湿地を渡ってたんだよな。で、ミスリルマインを抜ければジュノンってわけだ。ああ、その通りだ。だが船は死んでいる。乗ってみる？無理だな。そんじゃ泳ぐか。湿地にはミドガルソールムが潜んでいますだって。でもチョコボのスピードなら大丈夫。さあ、チョコボで湿地を越えましょう。チョコボのご用命はグリーン牧場までだって。どうする、チョコボ乗る？乗る？行ってみよう。
にかける。油断したな。やめろ。刻む。ここに打ちだ。それ。身が恨むなよ。じゃあ。これは皆さん、ようこそグリーン牧場へ。トラック、治った？お嬢さんたちと会って元気になったのか、なんとか動いてくれたよ。で、今日は？あ、もしかしてチョコボが入りようかな？おうよ、湿地帯を越えたくてよ。さすがお目が高い。昔は国営の交通網があったが、ご存知の通り今じゃ全くの役立たず。そんな時代に便利なのがチョコボ。特に湿地帯ではこの上なく役に立つ。お嬢さん方、チョコボがどうやって底なし沼を渡るか知ってますかな？さあ、なんと羽毛でぷかぷかと浮かびながら強靭な足でスイスイと泳ぐんですな。そしてあの恐ろしいミドガルズオルムもチョコボには追いつけないときたもんだ。へえ。ま、何が言いたいかというと、湿地帯を越えるならチョコボが最善。それはもう間違いなし。ここで借りられるのか？もちろん。詳しいことはあの小屋にいる孫のグリングリンに聞いてくれ。いらっしゃい。看板を見た。湿地帯用のチョコボを借りたい。おじさんたち運が悪い。おじ、レンタル用のチョコボはみんな貸し出し中なんだ。いっぱいいるじゃねえか。今いるのは療養中か契約済みの子だよ。でもまあ、おじさんたちがもっと高値で借りてくれるっていうなら譲ってもいいよ。いくらだよ？10万以上。ごめんね、私たち旅の途中でそんなに払えないの。あ、それならいい情報があるんだ。情報料1000ギル。と言いたいところだけど、美人を困らせたくないからタダでいいや。実は
少し前に牧場から逃げ出してそのまま野生化しちゃったチョコボがいるんだ。もしそいつを捕まえてくれたらお姉さんたちのものにしていいよ。本当に？名前はピコ。ちょっと気難しいやつで放牧してたらいつの間にか逃げちゃったんだ。え？おじさんに雰囲気が似てるかも。まずピコの足跡を探して。足跡があればその近くにいるはずだよ。野良になったチョコボはすごく用心深いけど、気づかれないように近づければお姉さんたちでも捕まえられると思うな。うん、分かった。ありがとう。あとこれ重要。情報はタダにしたんだ。必ずうちの店で買い物をすること。妹のクリンが売ってるから、まずは見てってよ。商売がうめえな。チョコボを捕まえたら一度うちに連れてくるといいよ。乗り方や育て方を教えてあげる。お仕事だからね。気にしないで。そうなんだけど、パパとママがいなくなってからとってもお金にうるさくなって。お姉さん、ミッドガルから来たの？うん、スラムから。チョコボサムって知ってる？知ってるっていうか、うん、知ってる。どこにいるの？六番街のスラムだろうな。ウォールマウ…サムに会いたいの？わかんない。その人、パパとママの仇なの。クーリン、その話はお客さんにはしないよ。でも…今の話はよそでしないでよね。サムはチョコボ業界の大物だから、変な噂が立ったらうちなんかすぐに潰されちゃう。うん、わかった。誰にも言わない。あ、リカを捕まえたら、この野菜あげてみてください。リコは特に野菜が好きだったから、ここに戻ってきたくなると思うんです。それじゃあお店も見ていってください。お兄ちゃんは必ず買えなんて言ってたけど、いいものがあったらでいいんで買ってください。あとチョコボの装具品と黄金の羽の交換も受け付けてるんで、そちらもよろしくお願いします。探していくか。名前はピコ。まず足跡だよね。
急いでるの。そこだ。甘くない。仕上げだ。ここで仕掛ける。押しに変える。終わりだ。こんなものだろう。いたぞ。よっしゃ、あとはとっ捕まえるだけだな。静かに。狩りの基本は相手に気づかせないことだ。狩り？友達になるんだよね。ああ。
てるかも。うんうん。ん？なんだ、どうした？まだお腹減ってるのかも。ごめんね、もう持ってないの。牧場に戻ればたくさんあるよ。おい、牧場へ戻るようだな。追いかけよ。怪我もしてないし大丈夫だね。むしろたくましくなってる。乗れそうか？今は空腹で気が立ってるから無理かな。でもしっかり食べて気持ちが落ち着けば大丈夫だと思う。よしよし、乗れるように準備しておくから、それまで外で待っててよ。クロードさん、お前は？僕です。チャドリーです。あれ、もしかしてお忘れですか？すまない。そうですか。クラウドさんにとって僕なんてその程度の存在なのですね。残念です。では改めて自己紹介させてください。僕の名前はチャドリー。ミッドガルでマテリアの研究をしていたものです。クラウドさんとはスラムで出会い、研究に必要なバトルレポートの提出をお願いしました。ミッドガルでは何度となくお話をし、とても良くしてもらったのですが、どうでしょう、少しは思い出されましたか？ああ、よかった、嬉しいです。どうしてお前がこんなところに、という困惑を検知。僕は北条によって作られたサイボーグですよ。クラウドさんの感情を読み取ることが簡単です。実は僕もクラウドさんたちを見習ってミッドカルから飛び出し、世界中を見て回ることにしたんです。そこで折り入ってクラウドさんにお願いしたいことがあるのですが。戦闘データの収集か。さすがクラウドさん、話が早いですね。でもその前に通信塔を起動していただきたいんです。かつてジュノン共和国が世界中に建設した通信塔をシンラが接収したのですが、そのまま使われることなく放置されてるんです。だったら僕のものにしてもいいかなって。各地にある通信塔を起動していくごとに僕の演算処理能力が強化され、探索領域を広げることができます。またシンラに関与されない通信網を構築することだって可能です。いかがでしょう、クラウドさんにとっても有益かと思うのですが。見つけたら起動しておこう。クラウドさんならそう言ってくれると信じていました。では早速ですが、あそこにある通信塔の起動をお願いします。これが起動モジュールです。それでは今回は僕がご案内しますね。こちらです。
通信塔の軌道を確認。早速グラスランドエリアの探索を開始し、モンスターの生息地、採取可能な素材などを割り出しています。それらのデータを査定し、クラウドさんへの依頼項目を作成いたしました。名付けてワールドレポートです。クラウドさんには世界中を冒険しながら様々な依頼をこなしてもらいます。そうして得られたデータを活用し、新たなマテリアを開発できればと考えています。クラウドさんと僕の共同研究というわけです。ワールドレポートについて他に質問はありますか？冒険の依頼を達成することで取得した様々なデータはマテリア開発に使用できます。どのマテリアを開発するかはクラウドさん次第です。一緒に新たなマテリアを生み出していきましょう。ワールドレポートについて他に質問はありますか？通信塔はジュノン共和国が星の営みを観測するために各地に建てた探索装置です。あらゆるエネルギー反応を収集し、希少なモンスターや誰も知らない秘境や異物といった冒険に必要な様々な情報を提供してくれるはずです。発見した際はぜひとも起動をお願いしますね。あ、通信塔の周りにはモンスターが住み着いていることが多いのでお気をつけて。ワールドレポートについて他に質問はありますか？ VR ゴーグルを使うことで場所に縛られず、どこでも模擬戦闘が行えるシステム、それがバトルシミュレーターです。シンラの訓練用技術を拝借し、僕なりにアレンジしてみました。討伐依頼で得られたバトルデータを使ってシミュレーターの方もバージョンアップしていくのでお楽しみに。さらに各地の神話や伝承を解析し、召喚獣も仮想空間上に再現していくつもりです。すでにグラスランドで語り継がれる伝説の巨人タイタンの召喚獣データは解析を完了し、シミュレーターに実装しました。よければ挑戦してみてください。ワールドレポートについて他に質問はありますか？どの依頼についてお話ししましょう。この世界にはライフストリームが湧き出ているスポットがいくつも存在します。魔鋼エネルギーに転用するには小さすぎるため、シンラにとっては取るに足らない泉なのですが、僕たちにとっては大切な星からの贈り物です。そんなライフスポットを調べることで新たな知見を得られるはずです。冒険の依頼項目について他に質問はありますか？世界には厳しい環境に適応し独自の進化を遂げたモンスターたちが存在します。各地に生息する得意個体を発見討伐しデータ収集をお願いします。冒険の依頼項目について他に質問はありますか？各地の秘境には星の知識の断片が結晶化しているクリスタルがあるんです。結晶体に詰め込まれた膨大な知識の中にはその土地で語り継がれている召喚獣の情報が眠っています。クリスタルを解析し抽出した召喚獣のデータを流用することで召喚マテリアを強化できるはずです。冒険の依頼項目について他に質問はありますか？クラウドさん、よくぞ聞いてくれました。実は未知のエネルギー反応を観測したんです。エネルギーを発しているのは過去の異物と推測されるのですが、現時点では正体不明、近づけば何が起きるか分かりません。その物質はまだ名前すらなかったのでエンシェントマターと名付けさせてもらいました。まさか名付け親になれるなんて感激です。クラウドさん、ぜひともこの謎の異物エンシェントマターの調査と回収をお願いします。冒険の依頼項目について他に質問はありますか？ワールドレポートについて他に質問はありますか？じゃあ早速マテリアを開発してみましょう。先ほど通信塔を起動したことによりグラスランドの解析が少しだけ進みました。得られたデータをどのマテリアの開発に利用するかはクラウドさんが決めてください。
ではでは、世界を巡る冒険の始まりですね。僕も精一杯サポートします。困った時はいつでも声をかけてください。お待たせ。ピコの準備できたよ。じゃあこれ、この笛を吹けばいつでもチョコボを呼び出せるから。チョコボに乗るの初めての人もいるよね。はいはい。じゃあうちの練習場を使っていいよ。案内するね。ここでレースに出るチョコボを調整してるんだ。レースって？ゴールドソーサーで開催されているチョコボレースのことだよ。世界中のチョコボファームが参加するんだ。グリーン牧場も出るの？父さんと母さんがいなくなってからは一度も。でも近いうちに出るつもりだよ。どうしても勝ちたい相手がいるんだ。まあお兄さんたちはレースに出るわけじゃないから、とりあえずチョコボに振り落とされないようにね。それじゃあチョコボに乗ったら声をかけて。いい感じだね。じゃあ軽く走ってみようか。誰でもそんなもんさ。慣れればもっとうまく乗れるようになるよ。いろいろありがとね。あ、そういえばお姉さんたちお金ないんだよね。カームなら仕事があると思うよ。シンラの軍隊もいなくなって落ち着いたみたいだから行ってみれば。そうだ、ついでにクリンの依頼を受けてやってくれない？なんだか困ってるみたいなんだけど、僕には話してくれないんだ。クリンずっと元気がなくって。
妹は母さんが大好きだったから。何でもやしてく？いや、急ぎたい。旅、お金かかるよね。うん。何でもや手伝うの楽しいし。